ぐらいまでまだつながってるんですよ、僕たち。皆さんもそうだったんだよ、本当は。だけど6歳ぐらいまではつながってるから、もうそういう簡単さをポンとインスピレーションで下ろすのね。だけどそういう意識にもう一回戻っていくっていうことなんですよ。だから人生が簡単になっちゃうのも当たり前ね。もう難しい問題なんて作り出さなくなります。あなたの意識が簡単さを許し始めるから何でも簡単になるんです。複雑さや問題、難しさなんていうのを生み出さなくなります。だってあなたが生み出してるんだから、たとえがんになったとしたって、あなたは自分でそのがんを作り出してます。そしたらあなたが本気になりさえすれば、そのがんを全く違うものに変えることだってできるのよ、本当に。だからそれだけパワーがあるんだってことをなぜ忘れちゃったのかっていう話なんです。これね、本当に皆さんがどんどん覚醒していくでしょ。この覚醒にも目を覚ましていくのにも段階があるから、どんどん深く深く目を覚ましていくことができるんです。で、そうなっていくとまるで無敵の感覚になるんですよ。つまりね、僕が本当に一回こうブワーッと大きく拡大していってつながっていった時に無敵になったのね。本当にもう無敵の感覚っていうのはこういうこと。ほら、昔さ、無敵っていう言葉聞いてたけど、無敵ってどういうことか分かんなかったよね。もちろん敵なし、向かうとこ敵なしだし、傷もつかないしって。でもあれが体感で分かるようになるの。無敵なんだよ。もう何者にも傷つけられない。どんなに自分を攻撃してきても傷つけようとしても一切傷つかないっていう、そういう意識になるんです。だから無敵なのね。で、もう気は充実してくるし、気ってエネルギーね、まあ、充実してくるから、もうエネルギーがね、こんこんと自分の中から湧いてくる感覚なんですよ。でも実はね、その時のあの覚醒体験の大きなあの感覚で今存在してますかって僕言われたら、してないの。つまり一回大きな、なんて言ったらいいのかな、枠みたいなものがドッカンって外れてブワッて拡大したわけで、拡大していって一気にそれにつながった時にドッとその感覚が流れてきたっていう感じね。そうするともうすごいんですよ。もう本当に何でもできる。1ミリたりとてできないなんていう意識がないで、何でもできて気は充実していて、もう自分の周りをね、本当にオーラのバリアがバッコーンって包んでるみたいな感じだから、全部を弾き返すし、もう本当に無敵。この中にいたら何があったって、もし核爆弾が落ちてきたって自分は傷つかないって、そんな意識になるんです。でもこれはね、ずっと長くは続かないんですよ。で、じゃあ今無敵の感覚はないのって言われたら、無敵の感覚はちょびっとだけありますでも、いや、あれと比べるとってこと、あれと比べたらもうね、全然違うんです。で、僕はそれがあるのを知っているから、で、どんどん目を覚ましていけばそこに繋がっていくっていうことを知っているから、だからそこに行くんですよ。もっと先が見たい、もっと先が見たいって。で、その僕が体験したこんな体験はその先だってまだまだあるんだからね。だからもう先に行きたくて行きたくてしょうがないんですね。だけど皆さんはまだもしかしたらそういうことを体験していないかもしれない。だけど体験している人がいる、まあそれを信じるか信じないかになるんだけどね。でも体験している人がいるって言ったら、それやってみたいって思いますよね。だってやってみたくない？やってみたいよね。そうだから、そのためには行為した上に従って出てきたものを手放していくんです。これ本当に簡単なこと。これを毎日の習慣にしてくださいね。今日からね、あなたが本当にやりたいことだけをやり、でも中にはできない時もありますね。どうしてもやっぱりできません、もう物理的にそれは無理なんですって言った時、その物理的に難しいっていう現実を作り出したあなたがいるわけだからね、これを手放していくんだよ。わかる？いや、仕方がないよね、追えないでね、その先があります。あなたはどうにもこうにも自分でできなかったら、このできないという現実を作り出したんだっていうことに気づかなければで、できないという現実を作り出すのに使った周波数があるので、これを手放してください。読んで、何を必要としているのかを読んでから話すようにしてるんですけど、ここに書いてあるのは、ちょっと本当はこれからお話しすることっていうのは少し人によってはマイナスに聞こえるかもしれないことをちょっとお話しします。で、このお話をしてから、お話というよりもこれはメッセージなんですが、このメッセージをお話ししてから多分今日の題材に入った方がいいかなっていうふうに思ったので、ちょっとこのメッセージから聞いてください。このメッセージというのは、ククリ姫という女神さんからのメッセージなんですが、ククリ姫という女神さん、知らない方いますか？あのね、金沢に白山姫神社というのがあるんですが、そこにククリ姫という女神さんが祀られています。
で、このくくり姫さんから僕が、去年の 10月かなにハワイ島から日本に帰ってくる飛行機の中で突然彼女がコンタクトを取ってきて、でここに書いてあるメッセージを送ってきたんですね。で僕はそれをあの携帯にダダダダダッとこう打ち込んで、それで今日は皆さんに紹介した方がいいなって直感的に感じたので、ここに書き留めてきました。なのでちょっと実はここに書いてある呼び方も話し方も本当はもっとねきつかったんです、厳しかったんです。でもちょこっとだけ僕が柔らかく変えて皆さんに伝えたいと思うので、まずこのお話から聞いてください。そのまま言いますね。私たちは、私たちというのはくくり姫たちですね。要するに高次元の存在たちです。私たちは遥か昔から人類がアセンションを迎えるにあたり、準備をするように用意するようにと何度も呼びかけ警告をしてきました。ですがほんのわずかな人々が耳を傾けただけでした。そして今を生きるあなた方人類にも同様の呼びかけが行われています。今がその時なのです。地球は本当に変わってしまいます。各自が、自身の人生に完全に責任を持ち、今何を手放す時なのか、何を変える時なのか、常に自分に問いかけてください。人ではない全てが自分にあることを今一度心に据え置いてください。責任転嫁をして真実から目を背けてはなりません。全ては自分の中にあるのですから。その自分から目を背け大切なことに目を向けなければ自滅していくことになるでしょう。時は迫っています。今一度あなた方の方向性を明確にするよう自身の心に問いかけてください。いつまであなた方は自分の人生の責任を他人任せにするのですか。何が起きても他人や出来事に意識を向けるのではなく、自身に目を向け何を変えるべきなのかに耳を傾けてください。誰かや何かのせいにしている限り、あなた方に真の自由が訪れることはありません。灯りかけている光を消してはなりません。志高くアセンションへの道を踏み出しても、せっかく灯した光を自らの猜疑心で消してしまうのはあまりにももったいないことです。時は迫っています。時代の転換期をあなた方は今迎えています。自分です。自分に集中するのです。そしてあなた方の光をさらに大きくしながらその光を放ってください。私はくくり姫、この時代の転換期をサポートする大いなる計画の一部です。と言って通信を